オーストラリアの国防費は記録的な高さに達し、昨年末までに対 GDP 比で約2.5%を占めており、冷戦が終結した1990年代以来最高水準を記録しました。こうした動きは太平洋地域における中共政権の脅威に対応するためです。オーストラリアの国防費は昨年度の340億オーストラリアドル、約2兆8200億円から、 2023年には390億オーストラリアドル、約3兆2900億円までに引き上げられ、約15%の増加となります。オーストラリアの新聞、オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューは、国防当局の情報筋が伝えた話として、オーストラリアは6月までに老朽化した複数の潜水艦の修復を行うのかについて、決定を下す予定です。オーストラリアのピーター・ダットン国防相は4月、 台湾をめぐる中共政権との衝突の可能性について、決して軽視してはならないと強調しました。また、オーストラリアのマイク・ペズーロ内務長官は、軍火の足音が鳴り響いていると警告を発しました。オーストラリアのスコット・モリソン首相は先月、複数の軍事基地を回収するために、7億4700万オーストラリアドル、約630億円を投じると発表しました。また、オーストラリアは初めて、 長距離ミサイルを購入しており、主にアメリカから輸入しています。これに加え、オーストラリア政府は、北海岸にある99年間に及ぶダーウィン港の太陽系について検討しています。現在、太陽契約により中国系企業が運営を行っています。ダーウィン港はインド太平洋地域での有事の際、戦略的に大きな重要性があります。NTD ジャパンがお伝えしました。